一種のこう天領として、今までその単色だけで植えるとブラシなんですけども、そういったいろんな混合できる面白さを、要するに植毛という技術をそのまま引っ張ってきて、絵になりはしないかというのがそもそもの発想段階が、いろいろやってみると結構これ面白いぞと。で、まあ、結構技術的にはね、まあ、慣れたらすぐなんですけれども、すぐとっつきにくいところあるんですけれども、まあ、慣れたら結構、ちゃんと流れとそのセオリーがあって、その通りに動いていくとちゃんと、まあ、ちゃんと収まりがついて、自分の思いの絵が描けていくというなんか新しい、アートとしての提案がこの我々のブラッシュアートなんです。あのね、最小単位がこれ、25個の穴が開いてます。で、これをだから5センチなんですけれども、5センチ単位で、縦も横もこういう裏見たら分かるように、こういうジョイントでつなぎ合わせて、まあ、自分の好きな大きさまで広げられるというような構造的な特徴を持っています。で、これに、このブラシ毛を自分の色を作り出して、これがブラシを植え込むピンですね。ピン、このピンをこういうふうに真ん中あたりに、差し込んで掴んで、で、これをこの大体ね、水平からちょっと22度ほど振った角度でこう置いておくと、中のこの角穴にこのピンの足がちょうどこれ順番を追っていきますとね、ここでこう傾いちゃうんですね。で、その自然の傾きのところでグッと押し込むと、この足のピンの足が2点にちょうど入るようになって、その位置でグッと押し込むと最後まで入って、今度は、この戻り止めがついてますので、一旦差し込むと抜けなくなるというような構造、仕掛けとしてはそういうものになってます。で、とりあえずその表現したいものをどう表現するかいうときに、まあ、その写真を見て、写真をからまあ再現する方法もあれば、あと自分でスケッチを描いて、それちょうどね、ちょうどこのピッチでこう穴を開けた、そのゲージの用紙を用意してるんです。で、それに絵の具で描いていくと、ゲージのそれに一応番号でも自分で打てば位置が出てきますから、それでそのポイントで、そこの色を作っていくと、そういうことでの再現するんで、自分でスケッチを描くとかでもいいし、写真を見てでもいいし、いろんなその表現したいものを自分で、テーマとして取り上げていくと。これね、多分そのうちのアートのいう角度で入る人もいるだろうし、例えばあと老人なんかのね、その要するに、まあ、手先を動かしますし、頭も動かすし、そういうなんか高齢者のため の訓練とかリハビリ的な目的にも大きななんか、ニーズがあるんじゃないかなとは考えてますけどね。